エゴン・コルナウト、1959年10月28日ウィーンは、オーストリアの作曲家、指揮者。幼い頃から様々な楽器演奏を習得し、15歳でピアニストとして、オルミュッツで初めて公開演奏を行った。1909年に上京し、ウィーン音楽院で作曲を、ロベルト・フックスとフランツ・シュレーカーに、ウィーン大学で、 音楽学をクイード・アドラーに指示した。早くも1910年にアメリカ合衆国で演奏旅行を行い、1913年にはビオラ・ソナタ作品3でオーストリア政府より賞金を獲得した。1915年に学位請求論文フランツ・ヨゼフ・ハイドンの弦楽四重奏曲における主題朗作1780年以降の 作品からによって博士号を取得すると、その後はフランツ・シュミットの個人指導で作曲を学んだ。1919年にグスタフ・マーラー財団より奨学金を、1922年にはザルツブルク州より室内楽賞を授与された。1926年から1927年までインドネシアのメダン交響楽団を監督し、帰国後の1929年には、 ウィーン氏から芸術賞を授与された。1933年から1936年まで南米と北欧で数年がかりの演奏旅行を行う。その後はヨーロッパで演奏旅行を行い、1939年にウィーン・フォン・チェルトハウス協会主催のコンクールで優勝した。1940年にウィーン音楽院の音楽理論の教授に就任し、 1945年にはザルツブルクモーツァルテウム音楽院で作曲法の教授に就任した。1946年と1947年にはモーツァルテウム音楽院の院長代理に抜擢されている。コルナウトの人気と確かにわかりやすい音楽語法に目をつけた独裁者によって第三帝国時代のコルナウトはもてはやされたが、 それでも楽観視せずに距離を保ち、ウィーン大学時代の恩師で、ユダヤ系のために当時は自宅に軟禁されていた、グイード・アドラー教授と休校を温め、アドラーが1941年に没するまで、接触を保った。1972年には、以降を忍んで、ウィーンのファボリテン地区にコルナウト通りと名付けられた。コルナウトは、生前はしばしば作品が上演され、 当時は最も作品が演奏される作曲家の一人だったにもかかわらず、没後間もなく、忘客の淵に沈み込んでしまった。コルナウトはコルンゴルトにも似て音楽の改革者ではなかった。コルンゴルトに近かったのは、アルファベット順だけではない。新技法に徹底して、関心を寄せたにもかかわらず、むしろ高キロマン派音楽の伝統に立脚する。 音楽家だったという点もコルンゴルトに近かった。コルナウトの作品は常に調整と結びついてはいるのだが、しかしながら充実した半音外技法や線的な西部進行によって調整も拡張されている。とりわけ室内楽では、学識においても、そなた形式のような古典的な規範との結びつきを守っている。5つの還元学組曲においては、 いくつかの個別の単独学章を好んで並列する傾向も見出される。このような好みは公共局の終点を目指そうとする力学に近い。50層以上、40層、30層、20層,層、そなた。ありがとうございます。